マツダは一般ユーザーに向けて同社の環境や安全技術を訴求するため3月3日、4日にマツダ R&D センター横浜、神奈川県横浜市でサステイナブルズームズームフォーラム2012マツダの環境安全技術を開催するフォーラムは マツダのスカイアクティブ技術と安全技術の理解を深めてもらう機会として、それぞれの技術の紹介、技術者とのディスカッションなどを実施する予定。さらに、スカイアクティブ技術を全面的に採用した CX-5 の試乗会も実施する。スカイアクティブ技術搭載車や、 スカイアクティブ G とスカイアクティブ D のエンジンモデルも展示する。フォーラムの定員は200人で、参加費は無料。2月10日から19日まで。 参加希望者を募集する。参加申し込みは、松田のホームページのニュースリリースから申し込み専用ペ。